うだるような暑さの中、皆様お元気でしょうか。傘祭り2セット目、やってまいりました。もうなんか結構ね、1セット目でがっつり盛り上がったから、もうなんか半分ぐらい帰っちゃうかなと思ってたんだけど全然そんなことなかった。すごい嬉しいです。どうもありがとうございます。だんだんね、血中のアルコール濃度も上がってきてね、だいぶみんなもう俺は勝手に盛り上がるぞみたいなゾーンが出来上がってますからね。もう何が何でも盛り上がるみたいなでも本当にこの1ヶ月ぐらいさ、311があってからさ、もうなんか、まあ、自粛なんだか自粛じゃないんだか、何を自粛なんだかよく分かんないみたいなね、日々があってさ、いやこれやっていいの、やっちゃよくないのとかさ、そういうのがよく分かんないね、ことがいっぱいあってさ、すごくこう苦しい固い思いをたくさんしてきたと思うわけ。特に関東の人はね、いや本当に福島の方まで行くとさ、事態は大変なんだけど、ここまで来ちゃうとさ、安全なの、安全って何みたいなことにどんどんなってくるじゃんね。ほんでも全部の判断がさ、自分でやらなきゃいけない時がいきなり訪れちゃってさ、もう大変じゃんね。明日どうなるか分かんないんだけど、でも明日も生きていかなきゃいけないみたいな、そしてとっても曖昧で、でも明日俺まだ息してるみたいな日々が1ヶ月ぐらい続いたと思うわけ。でもやっぱりね、今日のこのみんなのさ、顔とかさ、汗とか見てるとさ、やっぱりエネルギーは正しく発散しないといけないわけよ、だってね、私たちがしょんぼりしてても北の人たちは喜ばないと思うよ。で、私たちが喜んでてもそれを妬むような人たちじゃないと思うよ。だから楽しい時は楽しんでね、そのエネルギーをね、交換できるようにさ、ぐるぐる循環できるようにさ、すればいいことだと思うのね。だから酔っ払ってるだろ、ね、だからさ、ラビラビさ、もう知ってる人もいると思うんだけど、3月11日のね、2時46分はね、青森にいたのよ。八戸にいてさ、もうあと30分遅かったら津波に飲まれてたねっていうところにね、実はいたの。でも命からがらね、東京に帰ってきたんだけどさ、でそこから3月は九州まで、結局北海道から九州まで日本縦断をしちゃったの。3月はやっぱりさ、日本各地でこの311日に対してのね、温度とかもいろいろ違うの。でもそれを真剣に捉えてるっていうのは全然変わらないの。でもやっぱ西の方行くとさ、もう東からこう来る人たちをね、すごいウェルカムしててさ、よく来たねって、楽しくやろうねっていう雰囲気がすごいあるの。だから今西日本はさ、東と西の交流が本当に始まってるのよ。すごいいいことだと思う、本当いい、だからさ、ちょっとね、関東にいてさ、もう俺ちょっと苦しいわっていう人はさ、2泊3日の旅行でもいいから、名古屋より西に行ってみるといい。本当に楽しいから、これでいいんだなって、楽しんでいいんだな自分って思って帰ってこれるから、で帰ってきたらさ、また楽しく仕事できるからさ、それでもね、そういうのもありだと思う。で、私たちは西にも行ったし北海道にも行ったけど、やっぱりね、ここがすごい、やっぱ関東が緊張してるでしょ。だからさ、いやもうそんなに、もうそんな緊張しなくて、楽しい時は楽しいって言おうって言いたくて、東京にねいることにしたんだ。ちょっとこういう楽しい場がある時はさ、どんどん行ってさ、おお、ありがとう、踊って笑ってさ、愛とマニーを送りたいなと思って、思ったわけ。だからさ、今日からね、まあ別にみんなとってもいい顔してるんだけど、今日からまたさ、笑って踊ってさ、楽しい毎日を過ごしていこう、ちょっと足りなくなったらラビラビがわーって駆けつけてさ、わーってやるからさ、賑やかしがいるときは言ってよ、行くから、いつでも行くから。そんなわけで楽しく、2セット目もやっていきたいと思います。夜は更けていきますけれども、思いに楽しんでください。もうね、寝ちゃう人、おんぶしてもらう人ね、いろいろ何でも気持ちよかったらもうそれでいいからさ、楽しんでください。ナチュラルなオーガニックなグループを楽しんでください。
Yeah.
それでね、みんなのもとに必ず届けますから。